地図228国家記念館は2.28事件による犠牲者の名誉回復を目的として運営されている施設。2011年2月28日開設。日本統治時代、台湾総督府は各種の近代化教育の実施を推進するため台湾教育会を創設。そして1931年4月、当時台湾総督府へ前科にいた イデカオルの設計により台湾教育会館が完成。1946年には台湾賞参議会の執務や会議の場所として使用される。1949年には台湾省教育会に接収されたが、この建物自体は台湾賞参議会を改正した後の台湾省臨時賞議会が引き続き使用。1959年、米国大使館文化交流局は、 臨時将棋会が前年に引っ越した後に、ここに移り、20年間使用される。米国が台湾と断交した後は、アメリカ文化センターと改名し、運用、1993年には三級戸籍に指定される。2006年7月に、行政院は、228国家記念館の所在地を、姫現在に至る。展覧時間、午前10時午後5時休館日。 毎週月曜日、旧暦の大晦日、旧暦の正月さんが必須内展示は、以下の10のコーナーからなる。台北市中西区南海路54号。千州街と交差。MRT 湘南門駅から徒歩8分。中西記念堂駅から徒歩10分。近くには、教師会館や台北市立建国高級中学がある。ありがとうございます。